はい、えー、それでは、監査論の論文グレードアップ等連の第1回目の解説を始めていきたいと思います。えー、担当レック千人越久坂です、えー。よろしくお願いいたします。 えっと「論文グレードアップトーレン」はですね全部で10回ありまして、えーまあ、あのプレトーレンのね、えー、まね、あ、基本的には皆さん受けられているかなと思うんですけれども、えー、それよりも、まあ、もうちょっとね書く量が増えてそして、まあ、あのより、えー、実践に近い問題っていうふうになっていきますので、えー、なんとかですねこの10回を通じて、えー、書く力っていうのをまああのあええー まあアップしていただけるようにね、こうこちらも問題を提供していきますので、しっかりとね受験あの受講してですね受けていただいて、そして答案を書いてみるということをあのやっていただきたいと思います。で、あのこの書く力っていうのははっきり言って試験直前まで伸びますが、最初なかなかね思ったように書けません。で、あのプレトーレンはねはっきり言って論点としてすごく重要で、プレトーレンが本試験の内容として出題されるっていうのは。 十分可能性はあると思っています。 でえー、なのでプレートーレンをおろそかにすることはなく、えー、いただきたいんですがこのじゃあ論文グレードアップトーレンはね、えー、それをですねよりちょっと長文で、えーまあ、もうちょっと突っ込んだ内容というかね、えー、あるいは応用的な内容を、えー、書いていただくということで、あのー、まあ正直ね7回目8回目ぐらいまで、えー、全然書けないよってこともあるかもしれないしあるいはもう10回終わるまで全然書けないってこともあると思います。ででででももそそれれははくくててすねトレンあま復習して 同じ問題が次に出た時に完璧に書けるということが大事なので、えー、最初初見でねどれだけ取れたかっていうのははっきり言って大事ではないとただ書こうと思ってこの時間をね、えー、2時間、えー、取って書くっていうこれが大事でこれをやらないで単に回答を見ただけとかでね頭の中でまあ分かったなっていう感じで本試験を迎えても絶対書けません。ですからこの、あのー 別に教室でででで受受けけよよううががご自宅で受けようが何でもいいんですそれは全然関係ないんですがとにかく2時間ねしっかりと時間をとって書いてみるっていうことが非常に大事なのでその訓練をね是非、えー、この「論文グレードアップ討練」10回を通じてあるいは公開模試を通じてやっていただきたいと思います。逆に、えー 点数が取れたからといって、それをですね、あの決してあのだからやらなくていいってことではなくてね、当連で取れても本試験で取れなければ意味がないので、そこは油断せずにね、あのしっかりと復習をしていただきたいと思います。はい、それではね、まあ書くところの書くポイントについてはあの毎回あの適宜お伝えしていきますので、具体的に中身をね見ていきましょう。はい、それではですね、まず今回は 1> 第1問第2問という形で第1問目が財務省監査総論ね財務省監査総論から、えー、なっていますそして、えー、第2問目がですねこれは主体論ですね、まあ、あのどちらかというと監査論の学習で、えっと、最初の方にね、えー、やるところを、えーまあ、あの題材にして問題を作っています。まあ 今回はね、特に、まあ、基本的な論点ではありますけれども、あの、先ほども言いました通り。プレトート連で、出題しているような内容が、結構ね、本試験に出るんです。なので、あの、決して論文式、本試験って、聞かれることが難しいわけではなくて。あの。 基本的なことを聞くんだけど問題文がやたら難しそうに見えるとかねそういうような感じですので、えっと、あのこういったところね簡単だと皆さん思うかもしれない論点は決して侮ることなくねやっていただきたいと思います。それであの 侮ることなくというのはあのやはりね回答を見て分かったって書けないっていうことなんですよで皆さんはこれ担当合格者向けのコースまあ別にあの担当まだ合格されてない方も当然受けていただいていいんですけどもあの担当合格者をね前提とした場合にはあの見てわかるのは当たり前なんです。 監査論をはっきり言って担当と論文で知識が増えるわけじゃないので見て回答を見てわかるのは当たり前ただそれをね自分の引き出しから書けるかどうかっていうのはもう全然違う問題ですからねそこはあのご留意いただきたいと思います、はい、では問題1いきましょうね問題1金融商品取引法の次の規定に関して以下の問いに答えなさいということで金融商法のねこの規定をね第1条と第193条ね193条の2あの監査報告書に載ってくるようなところ の文章をまずこれ読んでいきまましょう、まあ、ここは本当基本中の基本ではありますけどもいきなりこういうのが出るとねあのちょっとこれ論文式本試験っぽいですよね。いきなりこんなの出たのかっていう感じで、えー、ただ見ていきましょう。第1条 この法律は企業内容等の開示の制度を整備するとともに金融商品取引業を行う者に対しものに関し必要な事項を定め金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし 有価証券の流通を円滑にするほか資本市場の機能の従前の発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図りもって国民経済の健全な発展及び投資者の保護ですよね当社保護に資することを目的とするということがまずね金賞法の目的として書かれていると。 で次第193条ねこれ何書いてあるかっていうとこの法律のによりね法律の規定により提出される BS 貸借対象表損益計算書その他の財務計算に関する書類は内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従って内閣府令で定める用語様式および作成方法によりこれを作成しなければならないということになっています。 193条の2ですね、ここに金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社、その他のもので、政令で定めるもの、特定発行者といいますが、この法律の規定により提出する BSPL、その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの、まあ、財務計算に関する書類といいますけれども、これにはそのものと特別の利害関係のない公認会計士、または監査法人の監査証明を受けなきゃいけない。 いうことのねここの条文を根拠に監査証明っていうのがあるわけですねでまああの今ざっと読んできましたが本試験では実はねこういった前置きの文章って読まなくても回答できてしまうことって結構あるんですよですからあの事例問題もしっかりなんですけども本試験でねこういったあの規定が最初にあった時にえっとじゃあ先にどう どううするかと,いうとできればね今みたいな読み方をせずにあの問い1とか問い2とかね問題が何なのかっていうのを先に読んじゃった方があのよりですねあのこの前の文章を読むにあたってもねその指針となるので、えっと、今みたいな読み方はこれあえてあの解説だから先に読みましたけれども本当はこれ問い1とか問い2の問題文から読んでいくといいと思います。 でえっと、問題はねあの本試験の場合は全部先に読んじゃった方がいいと思いますこういった前提条件は読まずに何を聞かれてるかっていうことをね読んであのポイントがあれば蛍光ペンでもねあの色を塗っておくといいと思いますじゃあ問一「火星案について投資者の保護とはどのようなことを意味するのか簡潔に説明しなさい」ということでまあこれもう別にあの前の文章を読まなくても投資者保護って何なの っ,て言ったらあのそれをもううかかかけるかどうかって話ですねで問いに「い」は何を指しているかとこれは一般に公正で妥当であると認められるところっていうことですけどねこれは何かということですよね。でまあ,あそんでさらに「い」は監査人にとってどのような意義を持つのかっていうこと、ね、これは監査人にとってまあどのような意義かと、まあ、判断基準とかねパッと出てくるといいですよね。まだ、あ、これ会計基準ですからね「い」っていうのはね一般に公正妥当と認められるとこれ会計基準ですから会計基準監査人にとっては これは、ね、行為基準ではなく会計処理が正しいかどうかを判断する判断基準だここら辺まで出てくるとねいいかなと思いますね。はい、で、えー、問伊さんは河川湖に関し財務省監査の非監査会社に対する機能いいですねここ非監査会社に対する機能が出てきました。 これでは批判機機能能とと指導があるこれは問題文になくてもねパッと思い出せるようにしてくださいね保証機能と情報提供機能は利害関係者に対する機能でしたがこれね批判機能と指導機能があるとで監査の目的からすれば批判機能が本質的だけども一方でね指導機能もなぜ必要なのかということですねでこれをなぜかというのを指導機能の意義も簡潔に述べた上で説明しなさいということでやっぱりですねこれ問題問い1問い2問い3って あのこの「禁書法」の文章を読まなくても書けるんですよですからあのこういうところねあの最初から問題文読んでっちゃってもう問い見たら実は読まなくても書けたじゃないかってもう時間は返ってこないのでねですからあのこういうところは、ね、やっぱり問題の問いから読んでいくといいでしょうね、はい、でまあここはね、えっと、もう答え見ていっちゃいましょういいですかね、えっと、まず問,問題1の問1禁書法の目的というところですね はいでえー、これはです、ねえーと、まず金賞の目的で投資者保護ということですけどもじゃ投資者保護って一体何なんだとどういうことを意味するかって、まあ、ここはもうちここはある程度、えー、そうですね。 うーんここの回答でまあ押さえておきましょう投資者保護っていうのは投資者が不適切な情報により誤った投資意思決定を行い不足の損害を被らないようにすることを意味するということでまさにねなんんでで会計監査ををやるのかっていうこといいいこ考えていただけばいいんですよ、ね、なぜ会計監査をやることが求められているかっていうとやはりね会計士があの経営者のねあの えーまあ、判断に基づいてね慣習とか判断とかね、えーまああのー、に基づいて作った財務諸表を、まあ、経営者が何もチェックされなければ自分に有利な財務諸表を作っちゃうでしょうとでそうすると当事者はあのーまあ、それにね誤った情報に基づいて意思決定を行うとそれはまあ損害を被ってしまうということでね、あのー ええ投資者がそういった不足のねえ損害を被らないようにするためにまさに会計監査があるんです。ですからこの投資者保護っていうの,の時に投資者保護のために会計監査ってあるんだよな。じゃあ会計監査ってなぜやるのかってこういう発想でですね、投資者保護ってのは何かって考えていただくとまあ、これね不適切なまあ、誤ったでもいいですよ誤った情報によって 投資者投資間違った投資意思決定をね行い、まあ、損害を不測の損害を被らないようにするこれがまさに投資者保護だということでねちょっとねこれなぜ会計監査って必要とされてるのかっていうところをちょっと経由して考えるとまあ分かりやすかったかなというふうに思います。こ、ね、ここういういいののがまあ本試験っぽい難しさででですから頭の体操みたいな感じで、ねあの なぜ監査が行われるのかという観点をちょっと踏まえて書いていただくとよかったかなと思います。はい。で、統一のい、e、ですね。問一のい、e、は一般に公正だとでとみとであると認められるところに従ってえ財務書を作るとこれはですね、えー、これはちゃんと この何を指しているか具体的に説明しなさいって問題文に書いてるんで「下線異、e、は一般に公正だと認められる企業会計の基準を指していると」とちゃんとねこれが大事なんです実は結構皆さんこれできなかったでしょう。う、ね、ここれってすごく難しいことで,です、ね、問いに答えるっていうことなんですよで聞かれてるねことがあのこういったねえっと。うん イは何を指しているのか答えなさいと言われているんですから、いはこういうことを指しているって実はその問題文をオおムかししてあげればいいんですけども、意外と、ね、それがあできないんですよね。ですから、あのぜひ、ね、この回答を真似ていただいて、いは、ねえー、一般に公正だと,と認められる企業会計の基準を指しているんですってはっきりまず書いてあると。でじゃあ、ね、それは具体的にはどうかというと、企業会計審議会、または企業会計基準委員会から公表された会計基準と、 yeah <laughs> 日本公認会計士協会から公表された実務指針等及び一般に認められる会計実務慣行等を指しているということで、まあ、ここの部分はです、ね、ちょっと知らないと書けないと思うので企業会計審議会、まあ、パブリックセクターですよね、企業会計審議会、まあ、これ監査基準とかも作ってますけども企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表された会計基準等、ね、そして、まあ、これはあの今ここでごめんなさい監査基準と言っちゃいましたがこの、e はね「い」はあくまでもあの会計基準のこと 言ってますからちょっとそれは置いといて企業会計審議会とかあ企業会計基準委員会から公表された会計基準など、ね、そして会計市協会から公表された実務指針等ね一般に認められる会計実務官行これを指しているということですね。でここで押さえましょうで あと一般に公正だったと認められる企業会議の基準は、監査人にとってはね、財務省が適正かどうかの判断基準なんですよ。ね、ここをしっかりと、えー、書いてあげようということですね。はいここはもうこれねあの、これ本試験っぽいですからね、ここをしっかりと押さえといていただきたいと思います。はい、で逆にあの問いさんのね この指導機能、ねえー、この意義と、あのー、指導機能が必要とされる意義これは、まああのー、講義でもね、えー、しっかりとズバリやってるところですから、まあ、ここはあのー、知識としては思い出せたかなと思いますが書けたかどうかっていうのは本当に別物ですからね、えー、まず指導機能とはという形でまず指導機能って何なのかっていうことをです、ねあのー、ここでねまずはっきりと書いてください、はいで。指導機能とは監査人が 非監査会社に対し適正な財務所要を作成できるよう助言勧告する機能これね、えー、いいですか、えー、助言勧告する機能ですね、えー、適正な財務所要を作成するように、まあ、できるようにということです、はいでえー、まず指導機能を、あのー、書いてあげてですね、えー、その次にいきますでえー、っと利害関係者はあのー、その後ね、えー 企業の公表する財務諸表を利用して意思決定を行うため、適正な財務諸表の開示を望んでいると、そうですよね。利害関係者は間違ってますって言われてる財務諸表ね、じゃあ間違ってる財務諸表を見ても、それを信頼して投資意思決定できないですから、あの間違ってる財務諸表を公表してほしいなんて思ってないわけですよ。ね、えー、まあ適正な投資意思決定を行うためにですね、あの、ま、間違ってない正しい財務諸表を見たいと。 当然思っていいるということで、えー、なのでその後適正でない場合には公表される前に修正されることを期待しているとそもそも利害関係者が、えー、そうだということになります。でその後ねまた財務省の作成責任を経営者じゃ経営者にとってはどうかというと、えー、経営者もですね、えー、この 不適正な財務書評を公表するつまり不適正意見が、ね、出ている財務書表をあの公表するということはですねそれによりまあ一定の制裁を受けると、まあ、例えば、ね、これ東証なんかの,あの、ね、東,東京証券取引所の規定なんかだと、まあ、不適正意見出たら上場廃止に、ねえー、なりますからそういった一定の制裁を受けることになって経営者にとって,って、ね、不適正意見なんか出されたくないと思っているわけです。 だからこのように企業の利害関係者や経営者は監査人の助言や勧告によって、ね、むしろ適正な財務諸表を開示したいと思っているわけですよ、普通は、ねあのまあ、あの不正とかの場合はちょっと除いてです、ね、通常はあのむしろ会計士に、ね、間違っていなら間違っていると教えてもらって正しい財務諸表をあの公表したいと思っているとだから、ね、単に批判するだけじゃなくて指導機能も必要とされるんだと。 い、えー、いうことになっていますのでぜひね、あのー、ここの理屈はまあしっかりと、ね、2つの観点から、えー、利害関係者だって正しい財務省を見たいし、えー、経営者だってね、えー、正しい財務省を公表したいと思っているということを書いていただきたいと思います。はいえー、これが、ね問いえー、問題第問問の問題1でしたじゃあ、あのー、問題2にいきましょう。 はい、平成30年の監査基準の改定ですね、まあ、ここ、あの第1回目から、ね、いきなり出てますけども、あのここはね、あのやはりちょっと,、ねえー、と出るかどうかというのは、まあ、担当では、ね、あの 2, 年2回連続で出てますから、えー、どうかなという微妙なところも実はあるんですが、ただ、あのなぜかというと、やっぱり去年、ね、あの大山だったのに出なかったと、じゃあ今年どうなのかという話で、ね、ここはあの非常に悩ましいところで、実務上はかなりのトピックなので、出やすいという反面、う あのまあ、去年出なかったしなというところもあってです、ね、難しいんですが見ていきましょう、はいえー、公認会計士監査法人を含むによる、えー、財務省の監査は、えー、財務省の信頼性を担保するための制度でありその規範となる監査基準は財務省の作成規範である会計基準とと,ともに適正なディスクロージャーを確保するための資本市場の重要なインフラストラクチャーであると、まあ、これはです、ね、最近の監査基準の改定にずっとこういうこと書いてありますね。でこうした観点から、えー、当審議会では 監査をめぐる内外の動向を踏まえこれでもまでも必要に応じて監査基準の改定を行っています。 しかしながら近日我が国では不正会計事案などを契機として監査の信頼性が改めて問われている状況にありその信頼性を確保するための取り組みの一つとして財務省利用者に対する監査に関する情報提供を充実させる必要性が指摘されているとまあいうことでねまああのちょっと冒頭で30年改定はあの出るかどうかねあの去年は相当予想してたんですけどと言いましたがまあここではねもっとその具体的な内容というよりはこの全般的な内容からあの出題をしています。 普遍的な内容で「すねで問1火星案に関しこれまで観測基準が改定されてきた理由の一つに期待ギャップの解消が挙げられるとそこで「期待ギャップの意義」を述べた上で期待ギャップを解消するためこれまでに観測基準がどのように改定されたのか説明しなさいということですね。であのまあこれはですね一番あの、えー、大きいのはですねあの まあ監査基準って、ねまあ、一番大きかったのはぱ平成14年の監査基準の改定で監査の目的が、ね、明示されたとでこれは何で監査の目的が明示されたかっていうと逆に言えばそれまで明示されてなかったので財務省監査っていうのがあくまでもね 経営者の作成した財務諸表に対して意見表明するということが目的なんだとで、えー、意見表明をすることが目的で、えー、あくまでも経営者が財務省を作るんだということ、ね、その二重責任の原則を踏まえて、えー、財務省監査の目的を表あの基準として、ねえー、明確にすることによって、まああのーまあ、いわゆる啓蒙を図ったんですよね。えー、つまり監査人が財務を作るわけじゃないんだよと あくまでも正しいかどうかの意見を表明するっていうねそれが目的なんですよということでね、まあ、あの言ってみれば啓蒙を図ったっていうのが平成14年の改定でした。 それと同時に監査基準っていうのはやっぱりね期待ギャップっていうねあの、えーまあ、定義後でやりますけども、えー、監査人のね、えー、実際に遂行している役割とあと社会の人々が監査人に期待する役割との間の差乖離のことギャップですけども、えー、この期待ギャップっていうのはね、えー、啓蒙以外に監査人がやる業務を増やすとつまり拡充することによってね、えー、それであのー まあ、あのその期待ギャップを縮小することに、えー、努めるということがなされてきたということでじゃあこれそれを踏まえてです、ね、模範回答を作っていますどういうふうなことになるかというとまず期待ギャップって何かと,いうと、ねえー、述べなさいということですから期待ギャップとは社会の人々が監査人に期待する役割と監査人の実際に行っている業務との間の乖離のこと、ねえー、を言うと。 でまず定義を書いてあげてここはまあ絶対書けるように、ね、していいいたただきたいと思いますそして、えー、期待ギャップを解消するための一つの方法としてまずね監査人が実際に行っている業務を、まあ、やっぱり増やすってことですね、えー、単に啓蒙してそこまではできないんだっていうことよりもやっぱりね拡充することによって社会の人々の期待に応えることが挙げられるとまあだからそのためにですね、えー、監査基準は例えばね今回平成30年の改定では継続企業の前提の対処とか監査上の主要な検討事項を導入することなどを 監査機能を拡充するように改定されたとまた期待ギャップを解消するためのもう一つの方法としてはね、えー、社会の人々への啓蒙によって監査に対する理解を促し過剰な期待を抑えることが挙げられるとそのために監査基準は監査の目的を明確化するように改定されたとまさに平成14年の改定ではね啓蒙するべくですね監査の目的が作られたとそもそもなかったものが作られたと。 まあここのところね、えー、非常にこれもまとまったあの、まあ、いい問題ですからあの我々が言うのも変ですけどね、えー、これしっかりと押さえておいていただきたいと思います。でらにですねここで、ねえー、っと問題2では今度「河線 E に関してね情報提供を充実させる必要性ということですけども医、e、に関して仮に監査人による情報提供機能が過度になるとどのような問題が生じるかということですよね。 はい、これも典型論点ではありますがぜひね、えー、ここ回答をちゃんとできるようにねしてください、えー、まず回答も見ましょう二重責任の原則により、えー、本来財務省を作成する責任は経営者にあり監査人の責任は財務省に対する意見を表明することなんだと。 ねえー、だから、監査人による情報提供機能が過度になると財務省の作成に関する経営者の責任と財務省に対する意見を表明する監査人の責任との区別が曖昧となり監査人が不当な責任追及を受ける恐れがあるという問題が生じるとまさに、ね、そういうことで要はです、ね、これあの情報提供 基本的にあの財務所表を作るのは経営者ですから情報提供というのは、ね、あくまでも、ね、副次的な機能であって本来的にはあの経営者がやるべきことなんだとそれをです、ね、過度にあの監査人が、えー、やるとするとです、ねえー、これはです、ね、あの監査人が財務所表を作ってるんじゃないかというふうに、ねえー、思,ってしまう思われてしまってあのそれではです、ねえー、この責任が曖昧となって えーまあ、不当な、ね、責任追及、えー、財務省を作ってるんじゃないかとかね、えーえー、そういうふうに思われてしまうと、えー、いうことになりますので、えー、ここはですねあのしっかりと過度な情報提供機能の発揮、ねえー、情報提供を をすることは、あこれはですね問題だということになりますので、ここね、まあ、やはり監査人の責任のところですね、責任のところをこれをですねあのしっかりと書いてあげる必要があるということになります。なので、えっとまあ、まあ、最初にねやっぱり本来は意見表明なんだとね、本来は意見表明なんだとなので。 えー、まあ,あの情報提供っていうのは副次的なんだけどもそれがあの過度になると責任の区分が経営者との監査人の責任の区分が曖昧だということになりますね、はい、では次に行きますでえっと ちょっとね、あごめんなさい、次に行く前にね、ごめんなさい、ちょっと先にこれを見ればよかったかもしれないですけど、まあ、冒頭でね、えっと、解説をしてしまったので、えっとまあ、ここで今からもう一回改めて、この出題意図に入りますが。公認会計試験に関して、監査審査会から公表される出題範囲の用紙についてによれば、論文式試験では特に、 えー、受験者が思考力判断力応用能力論述力等を有するかどうかのに評価の重点を置くと言ってますね。で、えー、と問われていることに対し論理的に記述することが求められます,求められますと。 でまあ、まずね、この論理的にっていうのは正直私が受験受かったときに本当に論理的にかけてたかっていうとちょっとあの疑問ではあるんですけども、えー、自分自身を考えるとねただこの問われていることに対してえ記述することが求められますと、まあ、もちろん論理的であ,るあればあった方があがいいんですよ。いいんですけれどもこれまずね、えー、最も大事なのは 聞かれてることに答えるとであのー、よくあるのがねこれ暗記の吐き出しですよ暗記を吐き出すことによってですねなんかあの、まあ、似たような話で覚えてたからあのそのまま書いちゃおうっていうね頭の中にあることをそのまま書くとでも全くですね皆さんが勉強していた時にしているこの今している時の知っている問題と一本一個同じ問題はやっぱり出るわけないんですよね。本試験はやっっっぱりちょっとひねてて出してきますのでその 今勉強しているところを一言一句同じように覚えて書いたところでそれはですね出題者の意図に合った回答にはなるとは限らないしなかなかねそこになるっていうのは難しいと思います。ですからあのーえーこれねえまさにその聞かれていることに対して答えるということこれをですねあの常に心がけていただいてあのなんとかねえそのえ あの書けなない方がマシなんですあの変に嘘を書くんだったらあの1行ぐらい書いてねあの回答書かない方がむしろましなのでぜひですねあのとにかくあの問題で聞かれてることに素直に答えられるようにするってことを意識していただきたいと思います。いいいですかねはい なので、えー、またこれ近年の論文式では回答行数が3から4行の問題も出題されてます回答行数はまあ短いってことなんですけど短い問いに対してはね端的に要点を指摘することが大切ですということでね「えー、論文グレードアップ討練」では問題文に即した内容を回答行数に合わせて記述することを心がけて実際にアウトプットする練習をしてくださいということでねまああのー 回答行数をまずね、あのやっぱ見ていただくことが必要です。いっぱい書くことが要求されているのか、それとも少しでいいのかと。 ね、いうことでまずね、えっと、問題を読んだ後に解答欄を何行ぐらい書く必要があるのかってことを見ていただく必要はありますがただねじゃあ8行の解答行数があったから全部埋めなきゃいけないかっていうとあの嘘を書くぐらいだったら1行のがマシですからね。えー、いうことであのもちろん解答行数が3行の問題と8行の問題に比べたらそれは8行の問題の方がたくさん書くことは要求されていますけれどもただね、えー、じゃあ全部埋めればいいっていうことではあ ないということになります。はい。えー、ではね、えー、次、えー、第二問目に行きたいと思います。で第二問目はですね、主体論なんですけれどもね、で、えー、主体論のまず出題意図から先に今度は見ていっちゃいましょう。はい。では行きます。 近年の論文式試験では主体論に関する出題実はそうなんですよ。ここのとこととろちょっと少ないんです、ね、なのであの個人的にはねそろそろ出てもいいかなっていうかねあの、うん、あの主体論ってそうですねあのもうちょっと前は。 頻度が出てたような気がだそうですねここに過去に連続して出題された年度もあります下の多くの論点は論文式試験で配布される法令基準書には掲載されてないやっぱここもそうなんですよね掲載されてないからいかに勉強してきたかどうかっていうのも分かってしまうのでそういった意味でやっぱりここら辺はね、まあ、出る可能性も結構あるんじゃないかなということで必要な知識は覚えておきましょうと。なおとといいいうことで、ね、換気法を参照すすると回答を作成しやすい問題にについては試験時間中に素早く法令基準書の 中から該当箇所を見つけられると有利ですので普段の学習の際にも換気法を参照する練習をしていくことをお勧めしますというか、まあ、私の解説で言えばねもうしてくださいと <laughs> ね参照絶対してくださいこれはもうでやっぱりね合格者の答案見てると換気法を参照できる箇所なのに自分の言葉で書いてるとね実は点数全然来てないんですよ。これが事実現実現ですで あの参照できないところをねあの、まあ、自分の知ってる知識で自分の言葉で書くあるいはあの覚えた言葉で書くのはしょうがない,い,いんですけども換気法に書書いててあるることととを自分の言葉ででくくやっぱり、ね、漏れとかが出てくるんですよ法は相当練られてかあの基準作られてますからなのでねあの自分の言葉で安易に書くんじゃなくて換気法に載ってるところはできるだけそこに載ってるものをあの必要な分だけ問題に答えられる箇所だけそのまま書くということですね。 はいでは第2問の問題ちょっとまあ主体論ね簡単に解説をしていきます。はい問題基、えー、基準準第2一般基準ですすよねね主体論ででから、ね、はいでえっと次の規定に関して「問1から問5に答えなさい」ですけどまあこれもね本当はあの試験やる時はもうあの、まあ、問題文これは短いですから問1の前の文章さっと読んじゃってもいいですけども問1からいきなり読んでもいいとは思いますけどね。 はい、それで、えー、じゃあまずね、えー、一般記事2個、えー、監査人は監査を行うにあたって常に公正不変の態度を保持し独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならないということでしたよね。いいですかね はい、まあいいですかもうこれ見た瞬間に「公正不変の態度」「精神的独立性」「独立の立場を損なう利害」や「独立の立場に疑いを招く外観」「外観的独立性」の話だね、えー、パッと思っていただけるといいと思いますね。はい、で3項監査人は職業的専門家としての正当な注意ね、えー、これもありますと。で「会議審を保持して監査を行わなくちゃいけない」で5項 監査人は監査計画およびこれに基づき実施した監査の内容を並びに判断の過程および結果を記録し監査調書として保存しなくちゃいけないということですね。はいでまず問1「案」について監査人に更生上の態度たる精神的独立性の保持が求められる理由を簡潔に説明しなさい、まあ、まずこれはね、えっと、書きやすいか書きにくいかっていうのはこれは、まあ、あのちょっと意外と。 これれ見てうううっと思かかももしなないいいでですすけけどもっていうか最初は書けないですよ意外とねあの回答見れば分かりますけどねただあのとにかく監査上精神的独立性が一番大事です、ね、この精神的独立性がなければもう監査は絶対できませんね、えー、ということで精神的独立性の保持が求められる理由を簡潔に説明しなさいということですねまあこれ最初に、まあ、回答順調に見ていっちゃいましょういきます。 不ののの態度たるる精神的独立性の保持が求められるのはやっぱりこれ問題にそのまま答えるためには問題文をこうやってオウム返ししてあげるのが一番楽なんですよ。そうすると回答がね変な自分の方向にずれていかないのでやはりね問題に答えるというのはまず一番簡単なのはこうやって問いをねオウム返しして書いてあげることがいいでしょうね。なので、うんとえー、公正ので不態度たる 精神的独立性の保持が求められるのは監査人の公正な判断を可能にしやっぱここですね公正な監査判断を可能にしもって証明水準を一定以上に維持確保してねこれも証明水準を一定以上にしないとね財務省監査なんて信用できないんだって話になりますからその証明水準を一定以上にね維持確保してそして最後え最終的に財務省監査っていうのがねちゃんと信用できるものなんだと社会的に信用できるものなんだというねえその社会的信頼性を確保する。 ね、えー、このためにですね。あの。えー、精神的独立性が必要なんだという話ですね。はいで、次じゃあ問い2に行っちゃいましょう。問いには火星あおよび e について。 えまあ精神的独立性と外観的独立性についてねえ公正不変の態度である精神的独立性だけではなくこの外観的独立性ねえこれはの保持の求められる理由はこれ3つここは書けないといけないしでねこういう問題この昨今の本試験で意外と多いんですよ。でえ言っとくとこの問題が書けないと厳しいこと言うようですが本試験では相当なね不利になります。 あの逆に書けたらこれがね書けると意外と合格ラインをあのいうふうに上回るというかね意外とこういう基本論点結 こうね、答案見ると書けてないんですねね受験生の皆さん、ね、ですから書ければアドバンテージ書けないとでも不利だということでねあの抑えていただきたいと思いますいいですか外観的独立性の必要性もこれはもうあの正直丸暗記でもいいと思いますねはいまず3つあります外観的独立性が損なわれるとこれですね監査人の心の状態である公正不変の態度たる精神的独立性を保持できないあ危険性が高まるということでね1個はこれなんですよそそもそも 外観的に独立してないな例えば何かね経済的な利益供与を受けてるとかね何か過剰な接待をしてもらってるとかそういうことになるとまああんだけねいろんなことをあの便宜図ってくれてるからまあ,あの限定付きじゃなくて無限定適正意見にしてあげようかとか本当は不適正なんだけどもういいや無限定適正意見にしちゃえとかねそういったあの心の状態がむしろ害されちゃう可能性があると。ねえー外観的に 独独立立性性が害されていると結果精神的でももう一方2個目は一方で監査人の外観的独立性が損なわれているとたとえ精神的独立性を保持しているとしても利害関係者が監査人の精神的独立性の保持について疑念を持ち財務省監査に対する社会的信頼性を確保できずひいてはもう監査がね制度として存立しえなくなる恐れがあると。 ね、いうこ,とでこれは、まさに、ねえー、皆さんがじゃあ外部の、あのー、監査人じゃなかったとしてです、ね、監査人が非監査会社の社長と、ね、ものすごく仲良くそしてです、ね、非監査会社の社長からすごい経済的利益供与を受けてたとであればです、ね、あもうあの監査人絶対独立してないよね、えー、精神的独立性が害されてるよね。ね いいうふうふに思いますすよよねそこなんですよあの実際精神的独自性が害されてなければ本来的にはそれでいいんですけど世の中の人そんなふうに見ないですよねあの監査人はもう経営者と仲いいから絶対これね不正があってもあの問題ないって言うんでしょうということでもう社会からそんな監査だったら意味ないよねっていうことで結果引いては監査がね制度としてもあの成立しえなくなるということになりますのでそういった意味でですね、えー、この、えー 二つ目ね、えー、まさに、えー、制度としてね、成立し得なくなる、存立し得なくなる恐れもあるということ。で、さらに最後に、まあこれはまあ二つ書ければね、まだいいですけど、この最後はまだ書けなくてもね、まだいいですけど、えー、精神的独立性というのは監査人の心の問題なので、直接具体的に規制できないと。外観的独立性があれば、例えばね、えー、まあそうですね、株を持っちゃダメとかね、利益共有受けちゃダメとか、まあの目に見えて規制できるので、そういった意味でもね、外観的独立性 っていうのは必要なんだと。だからこれ答えもちゃんと問いに答えるよね。以上より監査人には精神的独立性だけでなく外観的独立性の保持も求められるのであるということでね。こういうふうにまとめていただきたいね。えー、これがまさに問いに答えるということになります。はい。ではああ問い三に行きましょう。問い三は家政員つまり外観的独立性について公認会計士証は 監査人の外観的独立性を強化するため社会的影響の大きい会社であるまあ大会社等会計省庁の大会社等に対して、ねまあ、いわゆる上場会社とかそういうものですけどもどのような特例を設けているか箇条書きで3つ簡潔に指摘しなさいということでこの場合には、ね、論じなさいとか説明しなさいじゃないので あのこれは箇書きでででもう体言止めでいいわけです逆にね「問置とか「問2」には必ずねこれ主語と述語を書いて文章にしてくださいね。理由を説明しなさいって言ってるのにあのよくですねこれ、まあ、大学受験とか、ねえー、でもあったかもしれないですけど例えばね「理由を8文字で説明しなさい」とかっていう時に、まあ「理由を8文字で述べる時に、まあ、大学受験とかであればね「なんとかだから」とかっていう回答欄もあったと思います。 ででもこれ会計試験の論論文式は論述です論述つまり説明しなさいって言われた時に「なんとかだから」ってこれは絶対ダメですよ。ね、あのその体現止めダメですよ。なんとかだからじゃなくて「なんとかはなんとかである」。 ねえー、なんとかなんとかだからである必ず文章にするってことねこれは、ま、あの気をつけてください一方この問いさんの、えー、過剰書きにしなさいっていうのはこれはね、えー、過剰書きで、えー、体現止めでいいわけですでこれいいですか大会社の、ね、業務に関する、ね、制限としてはこれ えまず1つ目一定ののの非監査証明業務と監査査証証明明業業務務ととと同時提供の禁止ということですね、まあ、あの厳密にはね非監査証明業務と監査証明業務同時にやるとですね基本的に例えばあの自分で作った財務諸表を自分で監査するみたいな話になって二重責任の原則に抵触するので、まあ、あのそういった根本的な原則からすればね代替、えー、社じゃなくても駄目だってことになるんですが一応この会計手法上は代替社等だけがねこの一定の監査証明 業務非監査証明業務と監査証明業務の同時提供が禁止されていて会計手法では一応大会社等以外にはまあ一応会計手法上はできるということにはなってるんですねですからまあちょっとここはねあの担当的な話もありましたけども注意してくださいあとはね継続的監査の制限これは要はローテーションの話ですで今はね、えー、大規模監査法人であれば5年5年ルールとで大規模監査法人じゃなければ筆頭業務執行者には7年5年 で審査担当者は7年3年それ以外は7年2年というね、えー、その継続的に監査をしたら、えー、2年間休むとか5年間休むとかそういった話があるとであとは、えー、大会社等をね1人で監査するのはダメなので必ず2人以上で共同監査をする必要があるということですねこれはあの知識として思い出しておいてくださいはいでえっ、ー、と次問4ですねじゃあ河あ」および「う」についてということで、まあ、精神的独立性と正当な注意の話 これねその共通点と相違点いいですかこれも講義でやってるはずですね。えー、公正不変の態度と、まあ、つまり精神的独立性と正当な注意、えー、これのですね共通点と相違点ね、えー、これはまずですねどっちも守らなきゃいけない義務だっていうことですよ。ね、えー、一方でどうで,すどうでしたっけ精神的独立性はこれはどこの国に行ってもどこの時代であってもこれはあ変わらないもんだと。 ね、もう独立してるというこの心の話はどこのいつの時代でもどこの国に行っても変わらない一方正当な注意を払うというのはこれはあ、まあ、あの具体的には監査の基準に従うってことこですよね正当な注意を払うというのは最低限監査の基準に従うとそういう意味ではですね正当な注意を払うというのは 監査の基準が変わればそれは正当な注意の内容も変わるつまり国や時代によって監査の基準は違いますからえ、国や時代によって異なる流動的相対的なものだとこの話ですよねえ、これをもうそのまま書いてあげればいいということになりますここなんかはちゃんと頭に理解できてた方はね、意外と書けたかもしれないですね構成不変態度とただちゃんとこれを問いに答えるように書きましょうえ、職業的専門家としての正当な注意はえ、どちらも監査人が職業的義務として必ず 遵守しなければならないという点で共通するということですねこれがまずありますで、その次一方公正普遍の態度はこれはね時代や国によって異なることのない固定的絶対的なものであるということですねこれに対して職業的専門家としての正当な注意や は時代や国によって異なる流動的相対的なものであるので両者は異なるということですねでまたここね監査人があのこのこ責任の話公正不変の態度を書くっていうのはこれはもう恋ですよ公正不変の態度を書くっていうのは要は心の状態が害されているってことですからこれはですねあの えー、まさに恋にしかならないとね心の状態はこれはもう意図的にこのね、えー、でなければこれはもう,うあのー。 まあ言い方はあれですね。意図的にということにしかならないと精神的独立性を書くというのは意図的にということにしかならない。ただあのこのね正当な注意をあの書くってことはこれはですねまああの監査の基準に従おうとしているんですけれどもこれをねうっかりっていうかねまあしっかりやってるんだけどもまあその正当な注意不足でですねあのまああの基準から逸脱してしまうということこれはですねまあ過失に相当するということで、えー、まあここがですねあの。 責任の点でもですね、濃いと過失ということで異なるということになっています。はい、よろしいでしょうかね。はい、えー、それでは次に行きたいと思います。では問いご最後の問題です。下線ウトエについてということでね、まあこれはあの食料的専門家としての正当な注意と、えー、それと。 えー、え監査とというところですで、えー、正当な注意と監査調書について職業的専門家としての正当な注意との関係において、えーまあ、監査調書はどのような役割を持つかということでねこれもね意外と書きにくかったと思いますけどもね 監査調書の役割を正当な注意との観点で2つ説明しなさいとこれ回答行数も長くてですねあの非常に難しかったと思います。なので、ここねえーえー回答を見ていきましょういいですかねはいまず、監査人は監査調書を適時作成これが求められています。適時にに作成することによりえ 監査計画の策定や監査の実施監査補助者に対する指示監督等に役立てることができるということなんですね。でまた監査調書を作ることによって審査を実施することも可能となるとこのことから監査調書は監査人が職業的専門家としての正当な注意を払って監査を実施することを支える手段としての役割を持つつまりね 指指示指導監督ね監査計画策定したり監査を実施してそして指示監督をするっていうことも監査の基準に書いてあるし審査を実施するってこともね監査の基準で求められているということでまあそのねえそ,のそれを可能にするのが監査長所ですからえその 監査調書をね、えー、作ることっていうのは、その正当な注意を払って、監査を実施する、それを支える手段なんだという。これはね、この、なかなか、これ一回、これで見ないと、あのー、書けないと思いますが。ここでね、まさに、その、一つのね、えー、監査調書は、この正当な注意を払って。監査を実施することを支える手段なんだと、ここを、えー、もうちょっと、あの。いいですか監査調書は、監査人が専門家としての、正当な注意を払って、監査を実施することを支える手段。 としての役割ということを、これをですね、あの。えー、まあ、あの。今後。 見たら書けるようににしておくとと非常にいいと思い思ますこの言葉はなかななか出てこないですねでその前提としてはこういったね、えー、補助者に対する指示監督とかねあとはあ審査とかこういったことが可能となるのでだから手段なんだと。で一方でもう一つの観点監査には重要な虚偽表示を感化して誤った意見を表明したとしてもここなんですよやっぱり責任の話、ね、正当な注意を払って監査を実施したことが立証された場合には誤った意見表明に関して責任を負わないこれですよね。 正当な注意をね払っていれば責任は負わないとここで監査人は正当な注意を払って監査を実施したことのね説明根拠として監査聴取を利用すするるこことととがでできるんだということですねなのでこのことから調書は監査聴取は正当な注意を払って監査を実施したことの立証手段これね監査聴取は監査人が正当な注意を払って監査を実施したことの立証手段としての役割も持つんだと。 いうこ,とでこの2つの観点ねこれ最初まあちょっと一回解いたことないとなかなか難しかったと思いますが、ねえー、正当な注意を払って監査を支えることの手段っていうことと同時に監査聴取は監査人が正当な注意を払って監査を実施したことを立証する手段ね,ね、えーまあ、実施することを支える手段と立証することの手段としての役割を持つんだと、えー、いうことになります。はい まあこれがね、えー、監査調書との正当な注意の関係ということで、まあどの問題もね、意外と、あの、なんてうんですか、ね、講義の中ではちょっとね、あの、触れたす観点とは少しずれていたりしてね、えー、なかなか、あの、手応えのあるというかね、手応えのというか、まあ歯応えのあるというかね、この、ああ、なかなか難しいなと思われた方いると思いますし、正直最初なんで全然書けなかったと思います。これは全然いいんです。ただ、 これ、ね、基本的かつかなり重要な事項で本試験で出る可能性も十分にあるけれども書けないとこれはね、えー、まあ,あのかなり痛い失点になるということはあります。ですからあこの問題ねし,あのしっかりと大事にしていただいて今日言ったあの問いに答えるとかね、えーまあ、あの無理に嘘は書かないけれども、えー、シンプルにねあの問いに答えるように書くということをね えー、頭に置きながらですね、えー、この問題をよく復習しておいていただきたいと思います。はいえー、それではね第1回目の「監査論論文グレードアップトーレン、えー」解説をこれで終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした